この子はどうだ。うん、よし、おいで。君は今日からおじさんたちと暮らすんだよ。全く新しい人生を始めるんだ。新しい人生には新しい名前が必要だ。わかるね。あの時初めて自分に嘘をついた。これは仕方のないことなんだって自分に言い聞かせたんだ。でもこのユミル様こそ真に王の血を継ぐ存在。ユミル様がおられる限り我らは永遠に不滅だ。おお、ユミル様。正直悪い気分じゃなかった。冷えてない飯も地べたじゃない寝床もそうだけど、ユミル様、何より初めて誰かに必要とされて初めて誰かの役に立ててるってことが私には何よりも大事だったんだ。でもあの時この娘だ、この娘が言ったんだ。自分は王の血を継ぐ存在だと。我々はそれを信じただけだ。そんなのは全部作り話だったってことを思い出したんだ。そうなのか。そうだ、私がユミル、王家の血を継ぐ存在だ。そしてまた嘘をついた。それでみんなが助かるならと。しかしそうはならなかった。やめろ。